はい、あらすじサンキュー。現職警察官による痴漢と教育実習生殺害、八神は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。複雑よな、マジで。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。これも監視されてるってことよな、接見に行った。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。レッドナイフね。あ、猫ちゃんになってる。チャプター5、フェイクニュース。想像かきたてられるタイトルやな。はい、神室町の探偵事務所ね。協力者誰なんやな、動画アップした。ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。あ、フルボイス助かる。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。はいはいはい。ハレンチ警官が実は息子の復讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですから。あ、すごい展開や。するとかつて江原を叩いてた人を叩く人に、まだ何が本当か見えてないと自重する人ややこしい。ネット民の反応も様々です。せやな。あの殺人動画は本物かな。ほら、今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。なあ、これも CG やしな。いわゆるディープフェイクですね。おう、確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。はいはい。例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とかやばすぎるやろ。他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな。そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんな。確かにな。動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます。はいはい。ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。なかったんや。あれは十中八九本物でした。マジか。やっぱり。しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。まあまあそうよな。法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。ほな、あれちゃう。なるほどな。痴漢の方があれなんちゃう。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで。アップされたのは昨夜です。昨夜が出所ははっきりしません。ほう。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの地味猛量が覆い隠してるんです。すげえな。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に三越場を殺した実行犯たちだろうな。実行犯たち。なぜです。だってさ、三越場殺害の状況を全部知ってなきゃ、あんな映像を捏造もできないだろう。確かに頭いいな。三越場が殺された時のポーズも、床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。あ、え、でも。なるほど、確かにそうですね。うん、あいつらに折られた指が痛みます。首は折れてなかったよな。でもあの連中がわざわざ動画を拡散したのはなんでだ。どういうメリットがある。え、ブルーシート開けてから首ゴキ言うてヒカキンの真似しだしたよな。けどあの動画ではもう首が左下に向いてた。え、これどっちおもろ。世間を騒がせるためか、捜査を攪乱するためか、とにかく江原にもう一度会わなきゃ。また江原と接見しなければなりませんね、八神氏。はい。城崎先生にお願いできるのでは。これでも怪しまれるよな。だな、そのつもりで。まあでも行くっきゃないか。オッケーオッケー、ケースファイルに情報追加。はいはいはい。あ、また沙織ちゃんと話しに行くんか。オッケーオッケー。ちょ、海斗さん喋れるね。すげえ展開マジで。なあ、江原は三越場殺しを疑われないようにわざわざ同じ日に痴漢したんだよな。はい。だが今度は逆に殺しを自白するような動画をネットへ公開中だ。
どういうつもりなんだ？その質問に答えられんのは多分江原だけだね。そうやな。すぐにでも話したい。んじゃ、沙織さんとこ行くんだな。そうよ。いや、だってさ、前まで監視、あの神奈川県警とかも監視されてたからさ、まあ、そのタイミングで八神が接見に行ったタイミングでネットを流すようにってそもそも仕向けられてたんよな。だから神室町にも来てるってことよ、あいつらは。そいつら実行犯たちは。いや、なかなかおもろい展開やぞ、これ。さて、待って待って、なんや、誰、あれ、マフ、うわぁ、マフユちゃん、かわいい。久しぶりだな、マフユちゃん。ええ、変わらんな。もしかして八神くんたち今、沙織と動いてる？大正解。ん？昨夜流出した例の殺人動画の件で。おう、来ましたね、東京地検検事藤井マフユ。俺がいっちゃん好きな子や。早付き合えよ、この二人。真冬は東京地検のれっきとした検事だ。そして沙織さんと同じ大学を出た親友でもある。はい、同い年の美人検事と美人弁護士、法曹界には彼女たちの隠れファンが多いだし、そらそうやろな。お前も江原の件でここに？そう、東京地検はその話で持ちきりだもん。特に上の人たちは大慌て。エビゾーンか。わかるよ、検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。はい。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。おかしくなもんな。うん、かわいい。ただ検察としては実刑まで出てるのに、やっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。そうやな。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応するつもりなのか気になってるみたい。はいはいはい、はい、それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。あ、そう。そういうことか。よかったわ、でも会えて。かわいい、ほんま好きやわこいつ。なしえなしえ、あ、動画見てんのか。よー、来たな。そろそろだと思ってた。元気そうやな、ねじねじ。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。なんやその言い方、かわいい。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。ん？八神さんに会えるいい口実ができた。あら、沙織ちゃん、もうまさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。嘘つけ、分かってたやろ。そういうことにしといてあげる。なんか久々だな、このやりとり。なあ、ほんまそれ。はい、はい、なや、男ば何丁目て、二丁目しかないやろ、そんな。やべ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 。誰の声今の？検察も。ああ、三越も。もちろんこの動画のことは調査し始めてる。ただし結論ありきみたいね。検察は出所不明の動画なんかに取り合わないって。ほう。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。ん？じゃあ江原が三越場を殺したかも取り調べないのか？事情聴取もなし。マジ？ええ、だって10月7日に江原が痴漢してたってことは裁判で証明されてる。はい、だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越場を殺すのは不可能。せやな。うん。じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。まあ、確かに顔見せてえもんな、いちいち。それを主張してるのは江原の痴漢事件を担当した検察官。はい。どんなやつ？高野という検事です。高野。ああ、いつか痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。なんか歌舞伎の人の顔に似てんな。江原が現役の警察官であるならなおのこと。名前忘れたけど、彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよ、あの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって
江原が痴漢をした事実に疑いはない、はい、だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。まあそうなるわな、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。目パッチリやな、まあ、確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまうんじゃ司法への信頼は地に落ちる。知見も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。まあまあそうよな、けどそれは臭いものに蓋してるだけです、うん、そう。しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。あらあらあら、警視庁も神奈川県警もね。ん？どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。おや？今御子柴殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。これ警視庁にも。いやでも本物と断言できないうちはって、ね、あかもややこしいな。ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。おう、それで江原にタッチしないってことはつまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん、捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。そりゃそうやろな、特に神奈川県警。ああ鍋さん、今江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど現場は完全にやる気なくしてるって。妙な展開になってきたな。あの殺人動画はかえって江原から捜査の手を遠ざけたみたいだ。なるほど、八神が感づいてるって気づいたから放り込んだんかな、念のために。なるほどね。こないだまではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな、うん、殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそれとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら立場上それなりの根拠がいる。根拠か。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に御子柴を殺していたとしたら完全犯罪だ。完全犯罪、法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。そういうのも兼ねてんのか。ただこの事件を追うには法曹界をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。はい。なんだおじけづきやがってお前は黙っとけ。違いますよ、こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。さすが星野くん言うじゃねえか星野くん。一皮むけたね。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。これ以上コケにされてたまるか。せやな。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。帰んの？私にも何かできることがあったら言って。え、よくおってよ。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん、それじゃ。はあ？もう帰んの？ちょ、もうちょい出番くれよ、真冬ちゃんの。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前、より戻さねえのか？な、より戻すって。そういうんじゃないから、俺ら。ずっと言ってるけど。そ、何がキレスケンの場所ね。そういうのやろ、八神。ちょ、付き合えって。じゃあ、喋れるね。八神さん、ここはすぐにでもまた江原と接見するべきですね。はい。彼はあの殺人動画についてなんて言うか。なんて言うんやろな。オッケーオッケー。じゃあ、ネジネジは。真冬くん、検事としても評判いいんだぞ。だからね。あんだけの美人だ。あ、犯罪者たちも喜んで、お仕置きされちまうのかね。なあこいつ、このドスケビジジイ。沙織さん、また江原に会いに行かない？殺人動画が本物かどうか直であいつにぶつけてみたい。おう。ええ、そうですね。私もそう思って。あ、すみません。電話誰や？拘置所からです。拘置所？今江原のいる。え？もしもし、ええ、白崎です。ああ、いえ、大丈夫です。拘置所から電話って何ですかね。
みんな気になってる。わかりました。わざわざありがとうございます。拘置所の職員さんでした。はい。江原から私たちへの伝言を託されたそうです。何伝言って？それがもう弁護人との接見には応じないと。応じない？なんだって？タイミング良すぎやろ。来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようです。これズブズブやな。どういうことですか？警視庁とかも多分だけど、例の殺人動画を昨夜ネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ。おう。江原もそれを仲間たちから聞いていた。そうやな。ってことならこれから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できる。ええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。そうよな。なんという仲間がおるってことよ。やってくれるな。面白くなってきやがったなあ、タボ。ああ、けどさすがに出鼻をくじかれたな。そうですね。今真っ先に話を聞きたいのが江原なのに、こうなるとどこに手をつけたらいいか。確かにな。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろう。どうしたの、ネジネジ。何ですか？例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。お前が言うやん。なんだそりゃ。私がまず気になるのは、三越葉を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。はい。これまで痴漢というアリバイがある江原に三越葉は殺せないはずでした。はいはいはい。でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。うん、どっちかがフェイクニュースってことよな。ああ、つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。痴漢のアリバイか殺人動画か、俺らが今疑うべきはどっちだ。おお、殺人動画は捏造だ、痴漢のアリバイを疑う、いや両方とも真実だ。俺は監視カメラの資格があったから痴漢のアリバイの方が怪しいんちゃうかなって思うねんな。やっぱり三越芝は殺害されてなんぼや言うてたから自分の手で殺したいはずなよな。だって息子殺されてんから。いや、痴漢のアリバイかな。俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。おう。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが殺しのアリバイになるなんて予想もしてなかった。そう、見落とし言うてたし、沙織ちゃん。そして江原に仲間がいることも審理の材料になかったはずだ。はい。そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。そうやな。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。資格あったやん。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかったか一つ一つ確かめないと。はい。じゃあどうします？また現場の駅へ行ってみますか。おお、新宿駅。実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。おお、ええ心がけやな。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思う。はい、わかりました。すいません。けど沙織さんが言うように証拠を見直すのは今ここでできるよな。お、何か気になる証拠はありますか、矢上さん。気になる証拠？もし江原のアリバイが偽装されたものなら証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。はいはいはい。痴漢事件を見直してみよう。江原のアリバイ偽装に使われそうな証拠は。はあ、江原が三越葉を殺してたなら痴漢の方の証拠には何か細工の跡があるかも。なるほどね。細工の跡を探すってことやな。新宿駅防犯カメラ映像。うん、まあ、これがちょっとな怪しいけどめっちゃあるね。防犯カメラには死角があって、まあ、それは一個やな。で、通行人撮影のスマホ動画、通勤客の一人が撮影したスマホ動画、まあ、これに関してはどうなんやろな。誰のが選ばれるかわからんもんな。でもバッチリ撮ってるってことは元からおった可能性もある。それも防犯カメラで確認したよな。で、微物検査報告書、逮捕直後に江原の手から採取された微物検査の報告書、被害者女性の下着の繊維と一致する成分の検出が記録されている。はあ。あ、交通系 IC カード。はい。
定期券として使用されており、カードには駅の入場時刻も記録されていた。これはあんまり関係ないか。池袋駅ホームの様子が映された防犯映像、物色してた時の話やな。うん。で、車両内ね、電車の中にあった防犯カメラな。はいはいはい。痴漢行為そのものははっきりと確認できない。被害者女性に手首をつかまれた江原が駆け出して下車していくまでの様子がはっきり映っている。で、新宿駅ホーム俯瞰図で、三越和博殺害の動画映像。ちょっと一旦資格があるからさ、これやってみていいかな。突きつける。あ、ドアップかわいい。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。新宿駅のホームですか？その俯瞰図。おう。痴漢事件はほとんどが防犯カメラで映ってるけど、資格があんねん。この点線になっている矢印んとこは映像で残ってないはずなんだ。そうそうそう。少しだけどカメラの死角があったってこと、星野君と現場で確かめた。なるほど。ここに死角があったとしてどうなります？どうなります？まず思い浮かぶのは江原にそっくりな替え玉を用意してのすり替わりかな。あ、はいはい、そうやな。本物の江原は7時半に偉人町で三越場を殺して新宿駅に向かう。そして9時過ぎに痴漢をした替え玉と入れ替わって取り押さえられた。ああ、確かに。それはつまり新宿駅のホームには江原が2人いたということですか？ IC カードも渡せば済むしな。痴漢をしてた江原のそっくりさんの方は人混みに紛れて消えたんだ。いえ、そうなると本物の江原は被害者女性に痴漢をしていないということになりますよね。ああ確かに、うん。でも実際には警察が江原の手から被害者の下着と完全に一致する繊維を検出しています。ほう。微物検査か。ええ、なので江原が被害者を触ってた事実はどうやっても動きません。なるほど。被害者は膝まであるスカートの裾から手を入れられていたんです。それも電車が池袋を出てすぐに。新宿駅までの6分間ずっと恐怖を感じていたそうです。被害者ね。被害者はどんな感じの人だった？会社員なんですけど、6歳になる男の子がいます。はいはい、言うてたな。夫は工業デザイナーで共働き、 OL さんよな。名前は間宮優衣さんと言います。はいはい、間宮優衣さん。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば映像に残っていない部分の情報を補えると思います。お、それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。間宮さんに聞き込みか。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな。ああ、パーツ位置で決めちゃった。そうですね、わかりました。少し時間をください。間宮さんの住所とプロフィールがどこかにまとまってたはずです。 OK。 ただ相手は痴漢事件の被害者です。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。ああ、まあ確かにな。うちはカムロ町の探偵だぜ。歓迎されねえのには慣れてるなあ。口だけは達者やの。そうだ、カイトさん、少し時間ありそうだし飯でも食いとこうか。お、いいね。そうだな、言われてみりゃ腹が減ってきた。いやー、すごい展開。はいはいはい、まあ出ればいいんか。オッケー、まあ飯食いに行こうか。ん？見られてるね。チンピラやな。なんだあいつら、俺らのことが気になってるみてえだ。 RK か、あのチンピラたち。 RK か。背中からブスリとくる気かもな。怖い怖い怖い。あいつらが監視してたんかな。つな、ちょっと、あっちにもドチンピラおったな。向こうにもだ、ターボ。当てた、迷彩。昨日のやつだ。やっぱ根に持たれちゃったのかな。迷彩おにぎりヘッドな。で、仲間集めて待ち構えてたわけだ、俺らを。だとしてもあんまり源田事務所の近くで騒がせたくないな。確かに。あっちから行こうか。了解。おう。男バー何丁目が気になる。さあホテル街に行くんか。オッケー。源田法律事務所から離れる。
あいつらついてくるんかな。まあとりあえず進もうか。え、なんか喋ってる。占領通りにストーカー、朝から晩まで見張ってるんでしょ。おー、なんかあるね、こっちにもサイドケース。さあとりあえず離れたよ。よう、やっぱりついてきてるぞあいつら。はいはいはい。でもすぐにかかってくるわけでもない。なんだよな、どういうつもりだろうね。ねえ、見え切らねえ真似しやがる。おい、用があんなら来いや。なんとか言えよ。なんだよ、遠くから煽ってくるだけか。いや違うね。おお、背中からと。お前冬やつどんな格好しとんねん。お前らも RK か。この野郎、いきなり頭にフルスイングかよ。イカれてんじゃねえのか。うっせー。 RK のメンバーたち、ちょ、 RK 何の略なんやろな。おい、なんとかカムロ町のような気すんねんけど。はい、雑談しながら敵を倒していくと。危ない危ない危ない。おいおい、ちょこま、やるやん。うわ、ぶすりときやがったな、お前。はい、よいしょ。はい、つかまれへんかった。はい、じゃあ、はい、極み、はい、掴んで丸、はい、包丁出す。はい、極み、よいしょ。はい、極み、お疲れさん。さあ、あと一人か。なんどこや。あ、おったおった。はい、お疲れ。ラブホのガラス全部当たった。どういうつもりや、お前ら。いっちゃ上がりだ。あよ、来いよ、迷彩おにぎりヘッド。いやダッサ、全部ダサいな。逆に才能やろ。後ろにもおるね。なん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 。あ、またリスのマークある。完全にロックオンされてんな。いつの間にこんな街中 RK だらけかよ。あ、一般人取り込み言ってたし。ラボ、とりあえずここはずらかろうぜ。おう、すぐに殺も来る。オッケー。こっちは急に襲われた被害者なんだけどね。強すぎんのよあんたら。さあかっこええの。敵は人海戦術で来てるわけか。鬱陶しい。こんなの冗談じゃねえぞ。ああ、それにこんな風に付きまとわれてちゃ沙織さんたちと合流できないな。おう、巻き込むわけにいかないし。それも狙ってんのか。そうだな。うん、ならこっちから RK に出向くか。逆に。うん、ほら、阿久津もリーダーの相馬も全く知らねえわけじゃねえ。はいはいはい。 RK のメンバーに手引かせるよう成し付けりゃいい。そんな簡単にいくから。そこらの雑魚いくら相手にしたってキリがねえんだからよ。こっちから出向くってカイトさんどっか当てあんの。確かに。やつらが馴染みにしてたクラブがあったはずだ。クラブ、劇場前広場の裏手。うわ、懐かしいな。最近は RK 以外の半グレも社交場にしてるらしい。ほうほうほう。まずはそこに行ってみようじゃねえ。オーケー。じゃあクラブやな、あの劇場前広場のとこの。懐かしいな。ん、あ、俺が思ってたんと全然ちゃう場所にあるわ。どこや。ここか。タボー、ここだぜ。半グレのたまり場になってるクラブだ。ああ、でも奥は真っ暗、何の店かも分かんないよ。なあ、こんなとこ普通の客とか絶対入んなくない。ここは仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。怖いな。行こうぜ、アクスたちがいりゃ話も早いんだがな。せやな。さあ待っとけよアクツ。おるね、チンピラ。受付かお前。一人で大丈夫か。おい、なんだよお前は。声高。誰の紹介だ。招待されてきたわけじゃねえ。阿久津か相馬はいるか。俺らは矢上探偵事務所だ。
はい。探偵？ここはクラブでしょ？入ってもいい？誰か来た。来ると思ってたよ。八神探偵事務所。お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。絆創膏付き。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。カイト一人？搭乗会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。ほう、スカウトか。なんでかわかるか？知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。なあ、 F ランクスタート。でも搭乗会の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。ランク付けされてんのかい。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、カイトさん。どうでもええわ。チンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつと会いてえってわけだ。おう、さっさと阿久津んとこに案内しろや。一人で大丈夫か。大したもんだな。肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。海藤さん一人だけ奥にご案内か。釣れへんな。いくら海藤さんでも一人だけで行かせんのはさすがに危なくないか。確かに。これ変装したいんじゃん。この奥がどうなってんのか、 RK の連中が何人いるかわからないんだぞ。心配すんな、タボ。すぐに済むって。アクスときっちり肩をつけてくる。大丈夫か？そういうことだ。入りな。いや、罠っぽいけどな。すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。おう。勝手にしろ。目障りだな。ほな、お前耳障り。まあな、そんなこと言わずに仲良くやろうよ。海藤さんが中に入ってから10分、奥で何が起きてんだかさっぱりだな。戻ってくる気配もなしと。まあクラブやから音響はな。なあ、あのさ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな。見え見えの。ダメに決まってんだろ。行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなきゃ入れねえんだよ。紹介？あんたも RK のメンバー？なんか景気がいいみたいだね。ああ、どんどん人が入ってきてる。喋りよなよ。今神室町で稼ぐんなら RK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。ああ、そうなん。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。あ、これあれちゃう。うるせえよ。アスレチックで忍び込むちゃう。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところやっぱ F ランク。おう、 F ランチンピラ。なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。あー、ごめんね、ごめんね。なめんなよ、この野郎。弱っ。悪いな。なるほど。俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。アスレチックとかじゃなかったわ。シンプル侵入やわ。よしよしよし、眠りの小殺しとけ。海藤さんの様子を見に行かないとな。やっぱり一人で行かせるんじゃなかったよ。どうせ俺ただ待ってるだけなんてできるわけないんだから。よし、ほな行こうか。 RK のアジト。よし、行くか。あ、スティール開始。いいね、久々に来たスティール。あ、はいはいはい。まずは3人。あ、奥にもおるね。まずは海藤さんを探さないと。今は阿久津と話をしているはずだが、にしてもこいつら全員 RK か。まともに相手するのはさすがにだるいな。それに俺が騒ぎを起こしたら海藤さんに被害が及ぶかもしれない。奴らの目を盗んで進む手段を見つけないと。手始めにあの部屋を探ってみるか。はいはいはい、いいねいいねいいね。よし、じゃあとりあえずドア開けて。誰かおるか。あ、誰もいなさそう。お、停電できんちゃうかこれ。酒も並んでるね。金庫、誰もいないみたいだな。使えるものがないか調べてみよう。
おっと、はい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 。じゃあまずは怪しい金庫でしょう。金庫か。中を確かめたいところだけど、暗証番号がわからないと開けられないな。ほう、暗証番号どっかに書いてんじゃん。うわ、めちゃくちゃ高い酒ばかりだな。ここは RK の息がかかった店だ。奴らの懐は相当潤ってるってことだろう。はい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 。で、これは配電盤か。配電盤を操作して店内の照明を落とすは奴らに気づかれずに済むかも。いやダメだ、店の構造がわからないのにこの手は使えない。何よりカイトさんを探せなくなっちまう。確かにな。そういえばこの部屋、換気の音がすごいな。どこから風が流れてくるんだ。風、あれか、うん、あれは潜入にうってつけの換気扇な。この換気ダクト俺でも通り抜けられそうだ。うまくいけば見つからずに先に進めるかもな。でもあの高さはさすがに届かないぞ。何か足場にできそうなものはないか。飛び、ジャンプ力やばいんやからな。飛んでったやのに。足場にできそうなものなんや。だん、あ、これか。怪しいな。これを足場に、なんかひび割れてるな。やめておこうほな、これか。これは、お、このケースちょうどいい高さじゃないか。試してみるか。よし、いいね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 。よっと、よし、いい感じだ。はいはいはい。で、あ、調査完了ね。で、ここを登って、あ、見る。これならダクトに手が届きそうだ。よし、中に入ってみるか。いいね、潜入作戦っぽいよ一人称視点やな。ホラーゲームでありがちのダクトな。はいはいはい。上から、アホやなこいつら。なんでダウン着てんのに半ズボンやねん。頭おかしいやろ。なあ、さっきのシンガをどこに連れて行かれたんだ。カイトさんが。ああ、何でも阿久津さんがお呼びらしい。ダサいなお前。マジかよ。じゃあビップルームに通されたってことか。おう、そうらしいな。ビップルームね。なるほど、カイトさんはビップルームに連れて行かれたみたいだな。俺もあそこには入ったことねえのにあの神顔何者なんだ。あ、一番奥か。ビップルームはあそこか。よし、行ってみよう。そら、エフランは連れて行かれるわけないよな。で、ここにアイテムがあるってことは後で通るってことやな、これな。ってことは戦うってことやお、バーテンか。バーテンがいるな。今準備中ってとこか。なんや、あのバーテン、ちょっと俺に似てる気がするな。そうか変装する。ほな、いいこと思いついた。とりあえずあのバーテンがどこに行くか後をつけてみるか。どこか似てるん。 OK、 とりあえずこいつについていけばいいんだよな。左に行った。あ、でも行かれへん、行かれへん、行かれへん。サクッと行こう、サクッと。オッケー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 。どこ行った、どこ行った、あいつどこ行った、あいつどこ行った、あいつどこ行ってって。見えるか。あった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 。扉に入った。オッケー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 。これつながってるやろ、多分。あ、しょんべんしとる。はい、背中からぐさり。ああ、チョップやった。さあ、服いただくよ。ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。おやすみ。なんでブリーフやねん。悪くないな、これなら奴らにバレないはずだ。全然バレるって、外跳ねしとるし。オッケー、じゃあとりあえずバーテンとこ行くか。さあさあさあ、なんや。聞く。一つ聞いていいっすか。バックヤードにある金庫って何が入ってるんすかね。確かにな。ん、さっきの部屋にあった金庫のことか。いや、中身も開け方も知らねえな。アイフランかお前ら。ただ C ランク以上のメンバーになれば暗証番号を教えてもらえるらしいぜ。 C ランク以上、へえ、そうなん
ですね。あ、俺暗証番号知ってるかもしれないっす。なんで？はあ？どういうことだよ。喋ってたんか誰か。 B ランクの人が電話で話してるのたまたま聞いちゃったんですよ。人をランクで呼ぶな。金庫は RK を数で表した番号で開けられるって。 RK を数？ RK を数で表す？メンバーの数ってことか。いや、ローマ字のことちゃうわ。さあ、自分にはさっぱり。あと、R は18だとか言ってました、ね。ああ、はい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 、はい。R が18。ダメだ、全然わからねえ。R、18、アルファベットの順番のことか。RK を数で表せばいいはずだから、K は何番目だっけ？え、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K。11か？それに数字を足すのか、並べればいいのか。ま、入力してみないとわからないか。1811ってこと？ほな。あー、ちょっとやってみようか、ほな。あ、てか、ここで通るねんな。で、アイテムゲットできる。で、裏口まで行って、暗証番号開けようか。よしよし、来たね。はい、調べる。調べて、1811。エンター。開いた。ガードパンツ SS。なんやそれ。防具アイテムね。装備職か、一応。防具。で、インナー下かな。ガードパンツ SS。はいはい、防御力プラス 15%。あ、いいね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 。あ、防具とかもつけといた方がええな。全然持ってへんけど。よし、じゃあとりあえずカイトの元へ向かうって書いてるから、あのビップルームのとこ行こうか。さて、下に着いたよ。なんや、結構な人数がいるな。さすがに全員に囲まれたらまずいことになる。ここは慎重に、変装に気づかれないようにしないと。おい、あんた。何かご用でしょうか。ふざけたこと言ってんじゃねえ。なやなや、さっき酒持ってきてくれって頼んだじゃねえか。すいませんすいません。え、酒ですか。なんだ、忘れちまったのか。俺のボトルだよ、ボトル。ボトル。 いえ、すぐにお持ちします。なや、ボトルで。ちょっと待て、待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。やばいぞこれ。かしこまりました。カクテルか。仕方ない、ここは言う通りにするか。待てよ、これはチャンスかもな。強い酒を入れて寝かしちまえば敵の数を減らせる。ものは試しだ、やってみるか。そういうことね。超強力な、もうスピリタスとか言ったろや。お酒を振る舞う。バーテンダー木村です。お、いいねいいねいいね、かっこいいかっこいい。はい、シェイク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 、ボギーな胸騒ぎしとけ。いいよいいよ。わあ、すごいカクテル。ショートカクテル。ショートカクテルってきついよな、アルコール。ああ、にんまりして。いっぱいでベロベロなるか。ベロベロなっとる。ふう、なんとか切り抜けたな。こいつには変数がバレなかったけど、あの門番はちょっと手強そうだ。あれをなんとかしないと、ビップルームに入れない。反対側の物陰に誘い込んで仕留めるか。ってことは、フロアを横切る必要があるな。慎重に行こう。オーケーオーケーオーケー。これコインの出番ちゃうか？さあ、まずはフロアを横切る。ああ、こっちに行けばいいんだな。はい。ああ、はいはいはい。コインを投げる。よいしょ。つくもボールもあるやん、ほんで。はい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 。よしよし、背後から行って、締め落とす。はい、お疲れさん。くそー。はい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 。で、片付いたな。片付いた。これなんか持ってかれへんねんやったっけ。あー、オッケーオッケーオッケー。で、あー、次はあっちか。了解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 。つくもボールも投げたいところやけど、まずはこっち行って、ここにコインを投げる。さあ来い、タラタラしてんちゃうぞ、早け。さあ、金に目がくらんだ隙に後ろからズブリよ。はい、お疲れさん。サクッとやっていくか。
寝とけ寝とけ。よしよし、あっち向いてる隙に来ようよ。で、これつくもボール投げる。はい、よいしょ。今のうちは、これアイテムなんや。目くらまし用の粉末、オッケー。こうなってる隙に後ろから締め落とす。はい、これでビップルーム行けます。なんやその1000円で買えそうなサングラス、ダッサい。で、冬やのタンクトップでやばいやろ。オッケー。スティール完了、カイトを探せ。あ、おりやん、ガラシャツ。これ、相馬とも会えるんかな。お、おるね、迷彩おにぎりヘッド。あいにくだったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ、カイトさん。ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。喧嘩腰やな。いつまでもカッコつけてんなよ。顔からして強そうやなこいつ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの結局ヤクザじゃねえか。おお、いい返し。登場会の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。ああ、そういうことね。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの効く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場界の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。金か。で、たっぷり稼いだらその後は堅気に戻って悠々自適よ。なうまいこといかんて。堅気に戻ってだと。おおよ、何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初体持つってのもどうだ。柄じゃないやろ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだやつはそのしがらみから逃げらんねえ。カイトさん、俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。かっこええ。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようか俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。 CV はカイトさん、もう俺らに構うな。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。入らんわ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえ奴は敵とみなす。そうなるわな。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。あ、やばいぞ。おい、全員こっちに。はい、お疲れちゃん。来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。来ちゃったよ。俺はお前がここに来ることまでお見通しだったぜ。さすが相棒。かかってこないならもう行かせてもらうけど。おい、来いよ。行かせるわけねえだろ。ああ、ナイフ出して。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない。いいよいいよ。お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの町は俺らのもんなんだ。誰のもんでもないわ。誰がお前らの町だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。おお、いいね、怪盗さん。怪盗さん会やな今回。 RK のメンバーたち、そんなナイフ出しちゃって速攻で奪ったんで。来いよ。はい、つか、あ、避けるね、お前。やるやん。危ない。ちょ、捕まして。あいつ捕まして。あいつ捕ましてや。ナイフ奪いたいね。はい、お前、避けるね。来いよ。おい。あ、やられた。こいつ捕まれへんのか。撃ってほしいな。まず雑魚敵からもんな、行ったるな、ボゲ。はいはい、残るはお前だけやぞ。はい、テーブル拾って、あー、極み。この技最強よな。お、受け身も取れるんすか、お前。なかなか動けますやん。金が好きやか、金だか、お前。あ、お前捕まれへんのか。なるほどね。はい、避ける。はい、後ろから。
これ貯めて、はい、お疲れさん。さあ来いよ、阿久津。何ちんたらやってんな。はい、そうそう、やっちまおうぜ。ああ、呼んできたか、雑魚敵を。アホやなこいつら。よいしょよいしょ、はい、はい、掴んでドーン。はい、はい、掴んで、はい、丸、はい、包丁離せ。はい、はい、はい、よいしょよいしょ、はい、クソ強っと極み。顔面ドーン、はい、極み、いいね、コンビアタック。さあ第2回戦よ、来いや。なんやその攻撃、隙が多い。あ、お前やるやん。はい、おー、やるねえ、お前やるねえ。なるほど、のけずらんってわけね。危ない危ない、はい、溜めて、溜める、危ない危ないって、やるねえ、はいはい、じゃブーストや、さっさと終わらせんぞ。おい、あ、コンビネーションアタックね、いいよ。これ前もあったな、ジャッジアイスで。ドラゴンボールみたいな攻撃しよりや。はい、終わりやぞ。ほら、寝てんじゃねえよ。おいおいおい、なかなかしぶといね。いつだ、てめえら。迷彩おにぎりヘッド、しつこいな。演武スタイルや。はい、よいしょ。さあ、ゴブかっこいい。千円サングラスも。はいはいはい、いいよ、相棒感出てるね。さあ、暴れ回れ暴れ回れ。さあ、3度目の正直よ、もういけるやろ、お前。危ない危ない、あ、くそ、ナイフ攻撃すっごいな、お前。はい、溜めて、はい、溜めて、はい、掴んで、ドーン。さあ、阿久津と戦うんかな、これ楽しみや。所詮チンピラはこの程度よ、阿久津さん。頭数揃えたってこのざまじゃな。なあ、何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。わかったわかった。え？それでいい。なあ、阿久津。相馬か。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。のだめカンタービレ。クソかっこええやん。RK リーダー、相馬和樹。あ、お前が相馬やったんか。あいつが相馬だぜ。RK のリーダー。ああ、だと思った。クソかっこええ。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。海藤さんに勧誘断れたんだろ。で、そちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今は海藤さんの相棒だ。かっこよすぎるこいつ。現場は俺に任せるんだったろ。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。なや、そのハンカチ。風かい？ホコリっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で、噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだ。登場会話はええ。ああ、そうそう、やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな、海藤さん。雰囲気あるね。あんたもだよ、八神さん。こいつ手強そうやな。いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。ほう。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。確かにな。頭よ。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。でも阿久津と対等で喋ってたよな。まだ何か。今日は街であの写真の男は探してないの？あ、確かに。ほら、手下たちに探させてたやつ。こいつ誰な？マジで。ガールズバーのマネージャーだっけ？何年か前にカムロ町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。死んでる。殺されたんだな。軽っ。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。あ、お前が殺したんか。どうも、少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。おう、うわ
ついに出てきたね、のだめカンタービレ。新しいタイプのお店、ゴロゴロ兄弟。思ってたより侮れない感じかな、RK は。メンバーはほとんど素人みたいなもんだったけど。ああ、さっきの相馬が元登場界のはぐれもんを積極的に引き入れてるらしい。いや、あいつ頭良さそうやしな。そいつらが詐欺やら切り取り、叩きなんかの手口をチンピラに伝授してやってんだと。ほう。闇仕事のハローワークだ。主要メンバーだけなら50。だが一度でも関わりを持ったやつを全部カウントすりゃ2000は超えてるらしい。だいぶでかいな。話半分でもなかなかだね。確かに。今この町は極道の次を誰が取るかって時代だ。 RK の他にも半グレたちが隙を伺い合ってる。頭いいやつが奪うんやろな。この平和もそろそろ期限切れってとこか。おう、電話誰や。沙織ちゃんか。沙織さんだ。もしもし。白崎です。すみません、お待たせして。痴漢被害者の住所とプロフィールが見つかりました。お、ナイス。ああ、マミヤさんだっけ。マミヤユイさん。はい。ええ、東池袋のマンションに夫と子供の3人暮らしです。オッケー。これからアポなしで行きます。わかった。じゃあ俺も一旦そっちに戻るよ。了解しました。お待ちしてます。聞こえてたぜ。行ってこいや、タボ。そっちに俺の出る幕はねえだろうしな。わかった。終わったら事務所に帰るから。オッケー。さあ、ここで海藤さんと別れか。いや、ついに出てきたね、のだめカンタービレ。 RK のリーダーやったんや。あー、ちょっとあいつも手強そうやな。オッケーオッケー。てか、クソイケメンやったな、マジで。悪役も似合うんやな。のだめカンタービレのイメージしかないからあれやったけど。よし、向かおうか、沙織ちゃんとこ。